上智大付近のトンネルでございます。今日は録画です。今日はチャリ坊さんとリナちゃんとで3人で行ってます。何を、いつから始まったのか。いや今行こっかじゃん。なんか上がね、なんかお墓があるって言ってんだよね。うん、上暗いよね。こっち側から行こうか。出るらしいです。うん、ドキュンがすごいっす。あれ、つかないです。ついた。ん？耐久性が？本当？どれが？結構車通り多いんですよね、ここね。車通りが、バイクが来ましたね。結構明るいですね、ここは。車通りも多いし、まあ、怖くはないね。明るいでしょ、ね、ただ上は暗い。上行ったことないんだけど、上行く、ちょっと行ってみようかな。向こうから行けたって言うんですよ、うん、ただ足場悪いかも、うん、大丈夫。車本当いいね。車が多い。山田電機あった？本当だ。まあ時間早いからね。ここからが暗くなってくるね。ちょっとね、ちょっと渡る。危ない。すげえ高い。結構高いよ。高いよね。ちょっと雰囲気を取ろうかな。危ないね、姉ちゃん映るよ。そう、道があって、なんか上にあんのかな、あんのって。車が来た。じゃあ上行く。あ、道になってたね。なんかあんの。虫がやってきたね。クマ出ないと思う。ここはここはいないと思う。クマ出そう。なんかね、足が、あ、こうなってんだ。あ、道路ですか、これ。ね、道路なんかね。ね、あ、お墓があるよ。あ、ここがなんか言ってたんだ、お墓があって、
なんか出んじゃないかってこう。立派な若だ。すごいね、地主だね。すごい。で、ここにあるってのがすごいよね。すごい立派だね。あと上はどうなんだ。すごいね。奥は森じゃないかな。ね。ああ、すごいね。これもあるよ。あ、ここなんかでも荒れてるよ、もうほら。新しいよね。古いのもあるけど、先祖代々だよね。学校好きなんだよ、ここね。ここ学校なんだ。え、学校なんだ。ね。学校さ、どこでしょうね。学校、どこに学校がある。わかんない。大学だよ、これ。もう大学だね。この下だから、これなんかあったみたいね。うん、なんかあったみたいね。ここ、ここでなんかあったみたい。そうみたいね、なんか。そこ、トンネルの上。あそこ、網棚がいい、カメラ。わかるでしょ。赤いランプついちゃうから。ね。ね。詳しいでしょ、俺。もうこんなこと。ね。あるもんね。ほら、なんかベルみたいになるよ、ほら。ね、ブザーが。ブザーがある。ね。一応ね。ああ、すごいとこ。ん？ティナちゃんが寒気してきた。寒気してきた。やばいんじゃない？違うの、ゾエさんの洋服にいっぱい虫がついてるの見てゾワってた。え、ほんと？これ？白いから。見える？ここにいっぱい止まってる。私たちがライト当てるから、ね、当ててるからだ。ついてる？ここ、あ、大丈夫。ああ、トンネル行ったら逃げます。トンネルの方が明るいから。ゾウさんの背中当てちゃったからだ。そうですね。寄ってきちゃった。そう、それ見てゾワッとしました。虫がいっぱい。虫いるね。虫よけやっといた方がいいかもね。あるよ、すんごいいるもん。蚊に食われるよ。蚊に食われる。うん、虫除けやろう。大丈夫？ん？あれでも静かになったね。ね。ね。お、滑るよ、気をつけて。景がね、飯盛山。虫がすごいです。何が？貧乏してます。
そんな感じでございます。じゃあ行こっか、はい、ね。ね、何が？あ、ペンション？あそこね。まあ、ここは怖くないけどね。危ないよね。女性だって、うん、ここは女性を見るっていう噂があるね。どういう前はね、工事した時に行って、初めて行った時はもっと暗くて玉切れてたの、なんか今最近入れちゃったね。使うみたいです、ここは。ピンボケ、ないでしょ。こんなところです。
何？またせっけりになってことでね、上智大附属ですね、トンネルです、終了します。お疲れ様でした。はい、源実朝に国立塚ですね。1週間ぶりに来ました。また来ました。今日はね、カラス、ちょっと撮影しとくね。今日はもう撮影どうですね、雰囲気的にどうでしょうか。ちょっとナイトショットモードで撮って。そうだよ。あれ本がないよ。本がない。本がなくなってる。一週間も行ったら本がない。